はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、水のお話でございます。皆さん普段コーヒーを入れるときに何使ってますか？ペットボトルの水ですか？それとも水道水、浄水器、あとはウォーターサーバーなんかもあったりしますね。どれ使ってます？僕はこういうペットボトルの水をまとめ買いして使っているんですけれども、今日はなんで僕がこのペットボトルの水にこだわるかを、ご紹介していきたいと思います。はい、突然ですがここに2つのお湯を準備いたしました。もう持ってくる時点でどっちがどっちか分かんなくなってきてるんでちょっと僕も曖昧なんですけど、どっちかが水道水、どっちかが、ペットボトルの水です。どっちかなちょっと飲んでみますね。両方とも全く同じ温度、60度くらいにしてあります。コーヒーをだいたい飲むくらいの温度ですね。どっちにしよう、こっちからじゃあいただきます。あ、はいはいはいじゃあ続いてこちら。あ、これはね、あ、もう分かる分かる。この時期はね、個人的に昔やったことがあったんで、分かるだろうなと思ったんですけど、こっちが水道水、そしてこっちが、ペットボトルの水です。なんでこれ分かったかって、温めたからなんですよ。お湯って、てか水って温めると香り成分がすごく分かるんですよ。湯気とかに乗っても鼻からもうなんか塩素の匂いが分かるんですね。もちろんその程度は、地域とか季節とかそういうことにも左右されると思うんですけれども、基本的にね、やっぱ水道水って温めるとちょっと普通のペットボトルの綺麗な水よりもね、ちょっと匂うんだよね。味がついてしまっているというか、こっち水道水ね、やっぱ香るしね、味がついてるんですよね。こっちは無味無臭って感じ。実際のところコーヒーの 99% 以上って水じゃないですか。どんだけコーヒーの成分が溶けていようとほぼほぼ水でしょ。だからその 99% に味がついてしまっていたら、やっぱりコーヒー全体 100% にも影響を及ぼしますよね。とはいっても僕もコーヒー始めたばかりの頃、本当に最初の時は分かんなかったんですよ。コーヒーと一緒になっていると分かんない。で、僕比較的水がきれいな山梨の生まれで、そこで育ったんで、初めてコーヒー入れたのも山梨だったんですよね。で、そこで、普通にドリップして落としてコーヒー飲んだんですけど、味わかんなくって。だけどその後このね、ドリップポットに残ったお湯ちょっと残るじゃないですか。これを飲んでみて気がついたんですよ。あれ、なんか臭いぞとでもそれまでペットボトルの水なんてめったに買ったことなかったし、水なんてこんなもんなのかなって思ったんですよ。で、試しのつもりで本当軽い気持ちでペットボトルを買ってみて、よし入れてみようって、ちょっと贅沢のつもりでねやってみたんですよ。そしたらコーヒーの味がまるっきり変わったんですね。あれ、こんな味だったっけみたいな、こんなクリアだったっけみたいな。で、その後残ったお湯飲んでみたら無味無臭だったんですよ。だからもし今視聴者さんでコーヒーをやる上で水ってこだわる必要あんのかな、いろんな人が言ってるけど、ちょっと眉唾だしどうなのって、別にそんなわかんないよ、別にいいじゃんそのくらいって、もし信じきれてない方がいたら、ちょっと信じてみたいなって思った方がいたら、このペットボトルの水を一回温めて水道水と飲み比べてみてください。温めて必ず、そうするとね、本当にね、すごい雲泥の差なんだよね。もちろんどっちで入れたコーヒーも美味しいですよ。だけどもうちょっとこだわってみたいんだよねとか、もっとクリアなのを求めてるんだよねって方にはこっちがおすすめ。どうしてもね、ペットボトルまで買ってしまうと高くついてしまうから、1杯あたりがそこまで手を出せないっていう方も予算面の上でもあるでしょうし、いろんな方がいると思うんですけれども、それでもこの明確な違いを知っておくだけでもね、全然変わるんで、ぜひぜひやってみてください。そう、最初の頃はね、ドリップした後に残ったお湯をちょっと飲んでみようかなって口に含んで、別にそんな美味しくないなって思ったから、なんとかなの飲まなきゃいけないんだ、いいやと思って捨ててたんですよね。だけどこれを買ってから残ったお湯もちゃんと楽しめるようになったんですよね。普通に僕普段水を飲まずにこういう水を温めてサイで飲んでるんですよ。そのくらいで明確な違いがある。まろやか、うまい無味無臭なのにうまいんだよ。
あともう一つ昔、硬水と軟水の違いについては動画にまとめてあるんで、もしよかったらこっちを見てみてください。とりあえず今日はじゃあ、まあ、普通にコーヒー入れますか、これで。はい、で今日ドリッパーね、ちょっと新しいの買ったんですよ。こちらハリオの V60、イルカナモデルのセラミックドリッパーですね。おーかっこいい。前の動画でもご紹介しましたけど、こちら、ハリオの V60 シリーズは僕がコーヒーを始めたばかりの頃に最初に、買ったね、ドリッパーでして、その後もお気に入りでずっといろんなモデルをね、使い続けているんですけれども、陶器製は初めてです。プラプラガラスときて、初めての焼き物ですね。重みがあってすごいかっこいい。ただ同じシリーズでも若干違うかな。リブ、この筋が若干こっちの方が浅いですね。で、穴が大きいかな。一応どんな風になるか、見ながらやっていきましょう。じゃあ入れていきます。おお、ドリッパーが重い。重い。要は焙煎度は中入りのちょっとフルーティーさが残った豆を選びました。まあ、特にこういう個性の引き立つコーヒーこそね、クリアな水入れてあげた方が絶対純粋にね、楽しめると思います。いい香り。ほんとコーヒーに関してドリップしてる時ってね、ほんと香りがねすごくいいんですよね。これはもうドリップしてる人だけの特権ですね。ハリオの V60 は特になんですけど、基本的にペーパードリッパーはもうどんどん後半はお湯注いでいいと僕は思ってます。あんまり時間かけすぎてもね、ちょっと渋みとかえぐみとか出てきてしまうので、なるべく3分からかかっても4分以内に、コーヒーが入れ終わるように入れてあげます。もし間に合わなければ差し湯とかにしてあげても大丈夫です。で、落ちきる前に回収。重い。やっぱいいね、陶器製ドリッパーっていいね。まあ、かなり保温性があるんで、先に湯通しとかしてあげると、まあ紙濡らさなくても普通にかけるだけでも保温性はね、保たれると思うんで、特に冬とか重宝するのかなと思います。はい、それではじゃあいただきます。あと結構たくさん入れた時はこうやってスプーンでひと混ぜしてあげるだけで全体が混ざります。よし、オッケー。はい、というわけでね、入れ終わりました。いただきたいと思います。もうね、いい香りしてるんですよね。やっぱこの香りが、この香りがあるからこそ、夏でもホットで飲みたくなるんですよね。汗をかいてでも飲みたいね、美味しさがあるんですよ。いただきます。あー、いい香り。めっちゃフルーティー、めっちゃ爽やか、めっちゃクリア。やっぱね、味わい全体がすごくまろやかなんだよね。
これは豆の焙煎だったりだとか豆の個性だったりだとか、まあ、いろんな要素があるんだけれども、まあ、その個性があったとしてもこの水道水とか使ってしまうとねちょっと臭みというかこのまろやかさを若干邪魔するような要素も入ってきちゃうのかなって個人的にはまあ思っているので決して水道水を使うことが悪ではないけれどもちょっと水を変えるだけでこんなにも味が違うんだよっていう感動はねすごくあると思うから、うん、僕はまあ出す価値はあるのかなと思ってます。すごくさ本当リアルな話をすると水って高いじゃん。2リッターで100円だよ。100円、水100円かよって、まあ、それだけの価値があるって、まあ、知ってるからね、まあ、買うんだけど、ずっと。僕も最初の頃、もうコーヒー始めたばかりの頃は学生だったんで、まあ、正直、辛かったですよ。食費削って、まあ、水買ってましたからね。YouTube はやってたし、コーヒー器具も買って動画で紹介はしてたりしたけど、うちで、まあ、食費とか、まあ、生活費とか自分で賄っていたからさ。決して僕も裕福な財政状況ではなかったし、そういった方がいるってのももちろんすごくわかるから、すごくね、ちょっと扱いづらかったのよ、正直ね。だけど、ちょっとこだわってみたい、そういう味を見てみたいなっていう方にも、こういう情報があるだけでも全然違うかなと思ったんで、ぜひ、一回だけ、ちょっと100円、ペットボトル1本買ってきて、試してみてほしいです。これ、マジうまいっすよ。うん、味が全然変わる。あー美味しい。後味がねすごくスッキリしてるんだよね。これがコーヒーと一緒になっている時に味わってしまうと、あ、これがコーヒーのなんだろう苦さだったりだとかちょっと引っかかりとかもあるのかなとか雑味とかあるのかなって思っちゃうんだけどね。本当にこんだけクリアっていうのをいい水は教えてくれました。はい、というわけでじゃあ今日のカズマックスのコーヒーワールド、今日は水のご紹介でございました。あ、こっちじゃないや、こちら。まあ、水ってね、重いけど、最近は、通販とかでも売ってるから、僕はいつも通販で頼んじゃってます。前はウォーターサーバー使ったりだとか、自分で買ってきたりだとか、いろいろやってたんだけど、まあ、今んとここれですね。配達のお兄さんには本当に個人的に感謝してます。はい。というわけで、じゃあ今日のカズマックスの動画でございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。